皆様こんにちは。フルータンとミュージカル創創者の斉藤舞香と吉畑のマツコさんです。皆様こんにちは。本当はね、まっちゃんとね、昨日天気も良かったのでお花見したかったんですけども、まっちゃんね、基本的にはね、お外に出すことは危ないからないんですね。なのでね、鳥かごに入れてお花見っていうことにはいかないし、飼いのかごはあるんですけども、多分入れて桜通りを散歩してたら、家族というよりかは私が野鳥を捕まえたっていう図になっちゃうかなと思って諦めました。ということでですね、今日は背景をねちょっといじってみようかなと思っています。まっちゃんお花見できてるかな。これとりあえず本物の花がね、お部屋にはあるので、はい、お花見、お花お花です。お花、まっちゃん何見たことある？なんだよ、お花だね。一応お花見してますそんなわけでですね、無理やりのお花見ではあるのですが、まっちゃんとお花見を今日で画面の中でもできたらいいなと思ってます。もしね、ペットさんで小鳥を飼ってらっしゃる方いらっしゃったとしたら、お散歩行きたいのは山々だと思うんですけど、何ですか、ハーネス、小鳥用のハーネスがありまして、ハトさん用ももちろんできるんですけども、ハーネスでお外に出るとですね、この時期は、小鳥さんたちも恋の季節 でそして恋がうまくいっていると子育ての時期に入るので、カラスさんとかの動きをね、日常的にチェックしている方は気づいてらっしゃるかもしれないんですけど、ゴミを漁ったりとかすることが増えてきていると思います。っていうのも、恋をしたら子供が生まれ家族ができていくわけなんですけども、そうすると、2人でいる時以上に、ご飯が必要になるんですね。なので、そんな中、言ったら飛べない、ね、鳥さんとかはね、狙われてしまいやすくなるのでですね、もちろん鳥さんだけじゃなくて、カラスとかね、そういうトンビとか、ちょっと怖めの鳥さん以外にも、例えばうちの近所には茨城神社というのがあるんですけど、そちらの方には、地域猫さんもたくさんいるのでね、安心してね小鳥さんをハーネスつけてるからって言ってそのまま散歩させるのはとっても危ないことなのでしないでくださいね。ということで、そうですね、最近はいろんなペットさんと暮らす方が多いので、いろんな形でね昔は例えば猫さんの散歩ってあんまりないって言われてましたけど、今は普通に猫さんもハーネスをして散歩する時代ですし、亀さんもね、ハーネスなしで散歩してたりとかもしてますしね。お散歩基本的には、何事もないような状態をねキープしながらね、その子にとって安全な形でしていただけたらと思います。私の夢はいつかまっちゃんとお花見したいのですが、なかなかね状況が難しいかなと思っています。とりあえずいろんな形でね、桜のね花びらのね落ちたの持って帰ってきたので、それをまっちゃんとかお母さんに見てもらってますね。ね、それでいいかな。で、普段外に出慣れてない人にとってはですね、お外が怖いわけなんですよね。深まっちゃんとかもたまに日向ぼっこねするけどもね、基本的にはお外怖いと思っているので、鳥かごのままお外に出すとちょっとブルブルしますしばらくね身がね、今リラックスしてふわふわのモフモフのマツコさんなんですけど、怖いなと思った時は身をシュッとね縮めてしまってね、昔フクロウにそんなんがいましたけどもね、ふくふくのねまっちゃんからシュッとしたマツコさんに変わってしまって、明らかに緊張してるなっていうのが分かったりなんかしますね。ということでですね、ほんと日向ぼっこしながらね、お日様見ながらね、二人でお花見したいなと思ったりするのですが、それをねまたの機会ですね、いつかいつか。それこそあれですよねお庭に桜があって、
お部屋からお花見なんかができたらいいんでしょうね。残念ながらないけどね。って言ってる間に、ね、桜の季節が、ね、あっという間に、ね、終わってしまうと思うので、はい、皆様、今日は雨が降っておりますが、明日になったらまた止むと思いますので、桜が散る前にね、お花見れるといいですね。ということで皆様、またねー。じゃあ。